じゃあそんなコンガなんですけど、これから始めたいよっていう人ね、どんなのあるのかしら。大きくこんな感じです。木でできてる方をウッドコーンガ。で、もう一方の方はファイバーでできてますね。樹脂製のものをファイバーグラスコンガと言います。大きくこの2つ。ウッドコンガはよりふくよかな音、温かみのある音、低音がよく響く、低いまろやかな音、生音でアコースティック楽器と合わせた時に溶けやすい。 っっていうのがざっくりりとした印象でありますウッドコンガ、えー、それに対してファイバーグラスのコンガはより高音成分が高い音ね高い音がパキパキ聞こえる、えー、バンドの中音圧が大きいバンドの中で特に抜けてくるような、えー、サウンド、はい、そして割と音を鳴らしやすい音量が出しやすいっていうのが特徴であります。 これ木でできております。ウッドコンガ。はい。<music> とそもそもそのコンガが使われる音楽。 えー、カリブ海で使われる音楽の時にコンガっていう楽器はいろいろなアンサンブルの中で低いポジションベースで基本的な5、えー、シンプルなワングルーブ土台的な役割をしてたんですけれども、えー、それ以後ですねいろんな音楽の中で使われるようになって特に、えー、とドラムセットとかバンドサウドで、ね、エレキベースとかエレキギターとか。 音量音圧が大きいバンドの中でやるってなった時にこの低域が結構かぶっちゃうわけねバンドの中で音が抜けてこないのでこのファイバーグラスの方はより高い音域で音が抜けてくるような聞こえてくるような仕様になっているっていう感じですざっくり言うとだから超簡単にえとどっち選べばいいんだろうって思った場合どういう音楽をやるかによるとあるいはバンド編成ね 少人数ででやりますす生音が多いですアコースティックな感じですっていう場合は、まあ、間違いなくウッドコンガの方がいいでしょうしいや結構ね人数いますとドラムベースいてギターもいてピアノもいてパーカッションやりますっていう時はウッドコンガでも全然いいんだけども結構鳴らす力っていうか技量がないと聞かせることが難しかったりするので、えー、そういった場合ファイバーグラスの方が割と簡単に音が抜けやすいっていうのがあるので。 そういうチョイスをするといいんじゃないかと思いますで、ボーディーがある方がやっぱね、音がちゃんと響くからいいんですけどどうしたって音量もでかいし振動もでかいからなかなか家じゃ叩けませんとかねえっ、ー、と車持ってないんで持ち運び厳しいですっていう人いると思うんで、えー、そういう場合は一応右の選択肢もありっていう感じですジュニアコンガ名前の通りまあ、子供向けコンガっていう感じなんですけどもちっちゃいコンガ あるいは大きいボンゴと言ってもいい。ちょこういうのもあります。はい。ただやっぱりレギュラーサイズと比べて、えっ、ー、と表現の幅はすごく狭まるというか限られますね。はい。それからトラベルコンガとかコンパクトコンガみたいなえっ、ー、とボディがないものっていうのがあります。 これはもうよく言ってるんですけど普通のコンガとは全然違うものだと別の楽器だと思って割り切って使う分には全然ありかなと思いますコンパクトとかねトラベルコンガあのそれぞれその音色の叩き分けとかはできるし、えー、例えばライブで使うとしたらちゃんとマイキングすればあの十分使えるクオリティではあるんだけれどもやっぱり本物レギュラーサイズのねコンガ叩いた後に <laughs>。 これらを叩くとあちょっと違うかなっていうか別の楽器だなっていう感じになります、はい、一応ちょっとマニアックな情報を言うと今こういうのもありますもうちょっとボディー部分が長いコンガっていうのねえっ、ー、とこういうの大体インスタグラムとかフェイスブックとかで、えー、といろんなメーカーが各国のメーカーが窓口開いてましてもうオーダーできるようになってますはいで、まあ、もしよければこういうのありますって感じ コンガっていうのはね実はえっと1個だけですこれで言うとこれがコンガなんですはい、真ん中って感じこれから手に入れようってなった時にとりあえず1本あればいいんですよ1本あればいいのでおすすめはコンガから始めるのがおすすめなんですけれども日本だと結構ね均等売っているあるいは選ぶ人が多いです やっぱりこの K によって K が大きければ大きいほど低音が響きやすいし小さければ小さいほど高音が響きやすいこの得意領域があるわけね音域の。でバンドの中でドラムとかベースに対してちょっと上をいくようないわゆる上物的なアプローチをするってなった時にはちょっとチューニングを高くしたいなっていう感じになるのでそうするとヒントがいいかなっていう感じなんですけどもいわゆるまあこんがらしい低い音っていうか。 こういうい本来のコンガサウンドをまあ求めるのであれば普通の真ん中のコンガを選ぶといいんじゃないかと思う最初の1本目「トゥンバ」じゃダメですかっていう質問をいただいたんですけど別にいいっすよトゥンバでもトゥンバだけでもただチューニングレンジが割と低いところが得意なんであんまり高いピッチで演奏することは無理っていう感じ 独断と偏見で代表的なコンがブランドをご紹介させていただきます、はい、上の3つ LP マイネルゴンボップスっていうブランドが五三家ですもう言わずと知れているのが LP っていうところでもう迷ったらここっていう感じ、はい、ここにしとけばもう間違いないっていうで、えー、と LP の下に書いてあるマタドールアスパイアっていうのがこれボンゴでもあったんですけど廉価版ブランドっていう感じですでマイネルマイネルっていうメーカーはですねもう年々進歩しておりまして 今すごいクオリティ高いですマイネル LP に並ぶぐらいのクオリティでだいたい価格も同じぐらいかな LP とでゴンボップスっていうのもすごい昔からあるメーカーなんですけれどもこちらは割ともうコンガ本来の昔ながらのコンガサウンド、えー、を目指して作っているっていう感じ割となりやすい、えー、響きやすい豊かな、えー、音というイメージです平均7万くらいかな1本あたり LP マイネルゴンボップスだと今だったらはい でそれでもちょっと高いわっていう予算が厳しいわっていう人はトカっていうブランドはもうちょっと価格が抑えられているトカも全然クオリティは高いですどっちかというとアコースティックな、えーとね、ウッドコンガーが得意な印象で優しい音っていうイメージなんですけどトカもありだし、えー、と手に入るとこ結構限られるんですけれどもタイクーンそれからナタールっていうブランドのねこちらも今割と頑張っている えとクオリティ決して悪くないこちらのメーカーもえー選択肢に入れるといいんじゃないかなと思うあとはもう好みねどういうブランドロゴがいいかとかね色合いがいいかとかもっと価格抑えて小さいサイズのコンガっていうのも一応あるんですよ日本セットでスタンド付きで6万円台みたいなのが非常によくあるんだけど片方が10インチでもう片方が11インチっていわゆるレキントキントサイズのものがあります いやーどうしてもちょっと予算足りませんとかあるいは、えっと、学校に置きたいスタジオに置きたいカフェとかバーとかで、まあ、ちょっと音出せる環境でねコンが置いときたいわっていうのは、まあ、こういうのありかなとは思うけど基本的にはちょっとちっちゃいですこれでよく練習スタジオなんかにあるやつはパールさんのが置いてあると思うので、えー、スタジオでコンが借りれるここでちょっと触ってみてください気になる人はねでさっきもお話出たナタールさんのやつねこれありなんですよ マガジンのレビューページにも載ってるんでもし持ってる人いたら見てほしいんですけどえっと、まあ、パッと見てわかると思うんだけどちょっと他のやつってまあ悪い意味で安っぽいじゃないですかパーツとか見た目とかカラーリングとか安っぽいんだけどこのナタルさんの小口径の笛子シリーズっていうやつはね、えー、ちゃんとしているはいだから特に、まあ、これにも書いたんだけど吹奏楽の楽器とかいいんじゃないかなと思いました